はい、今見ていただいているのは私が前日に泊まった道の駅から神社に向かう途中の朝焼けでございます。はい、あの朝焼けを越えて着いたのが茨城県日立市にございます泉神社さんでございます。私にとってはとっても思い入れのある神社でございますので、ぜひね、皆様一緒に最後までねご参拝していただきたいと思います。はい、この泉神社さん、ご祭神は女神様でございまして、珍しいと思いますが天の早玉姫という姫神をお祭りしております。先ほどのね美しい朝焼け見ていただきましたが、今回の映像とっても暗い、はい、映像になっております。前回はねもう朝の10時ぐらいの映像だったと思います。はい、今回はねまだね6時半ぐらいかな、そのぐらいだと思いますので、このような感じでまだね暗いんですが、ま、とは言ってもね私ね、粘って、結構な時間いましたので、また美しい、サムネイルに使っているあの美しい三月の覆いと言われる、少なくともね1300年以上前から綺麗な美しい水が湧いているあの湧水、あちらにね皆様をお連れしたいと思います。はい、こんなね暗い状況ですが、ここはなんと三峯神社さんでございます。先ほど鳥居にね見えたかと思います。はい、三峯神社さんといえば埼玉県秩父のとってもとっても美しい神社ですね。私あの動画説明欄の方に、こちらのね泉神社さんの Google マップの URL を貼っておきます。また、先ほど言いましたけど、例えばね三峯神社さんというと本当にね天に昇る白龍、今年は何と言っても辰年龍さんの土地ですので、そちらにね龍神様、あたかも龍神様が天に昇るような、龍雲龍雲の映像がございます。あの三峯神社さんのね、こちらもね、URL 貼っておきますので、ぜひそちらもねまだご覧になってない方は見てみてください。ということで、まっすぐ正面に行くとね泉神社さんなんですが、泉神社さんにはね、まあの正面に来て挨拶をしてから一旦下の先ほど言いました三月の覆い厳島神社、あちらの方に行ってみたいと思います。はい、後でねこちらの方にももちろん帰ってまいります。で40秒ほどのね参拝時間もございます。そして今回は厳島神社の方でも30秒の参拝時間がございます。まずはねこちらで手を清めていただければということですね。はい、お清めいただけましたでしょうか。前回はこちらのね三月の覆いの方はご覧になっていただいたんですが、前回の時もね実はその三月の覆いというこの湧水ね、湧き水があるところの上にこの鎮守の森で発見された、まあ倒木といえば倒木なんですが、実はねこの木がまさに龍さんの顔に、龍神様の顔に見えるっていうね、そんな木がございます。そちらもね前回は映像としてね見ていただかなかったんですが、今回は、見ていただこうということで用意しておりますので、そのねすごいですよ、本当に龍さんの顔に見えますからね。そのね、千龍木っていう名前がついてたかな、それもね見ていただきます。まずは最初にちょっとね私もちょっと思い入れが強いもんですから、いきなりこちらに来たんですが、見ての通り早すぎましてね、暗かったです。はい、暗かったのでまた本当にね1時間半2時間ぐらいかな、粘りまして明るくなった映像を後で間違いなく皆さんに見ていただきますんでね、ぜひ楽しみにしてください。はい、今はこんな、暗くて見えません。しかしね反射がこれだけ綺麗っていうのがね、またこの後に来るなんていうんだろう、湧水の美しさ、これをねまだ前回見てない方はね楽しみにしていただければと思います。
はい、こちらの拝殿、奥の右手の方にね、ご本殿がありますので、泉神社さん参拝し、その後に先ほど言いましたね、この鎮守の森で発見された龍さん、倒木ね、これが本当に見えますね。すっごく大きな木なんですけど、だから樹齢で言ったら本当数百年あるような立派な木ですが、本当に龍の顔に見えますんで、それを見ていただいて、もう一度こちらの方に帰ってきてみたいと思います。そう、それとなんといってもね、泉神社さん珍しいのはね、狛犬さんでございます。本当は左右にねいらっしゃるんですが、私なぜか右しか映してませんでした、ごめんなさい。はい、これですよ。珍しいでしょう。いや、これはこれで素晴らしくていいなと思うんですけどね。さあ、ここでね、皆さんぜひ参拝していただければと思います。特にね、ご祈願、することないよっていう方はね、40秒ぐらいね、スキップしていただくか、40秒ね、静かに待っていただければと思います。はい、こちらもね、とっても珍しい女神様がいらっしゃる神社でございます。はい、ぜひご祈願ください。はい、ご参拝いただけましたでしょうか。こちらね、右手の方からね、拙者さん、魔者さんがあるので、そちらに一旦行って、それからね、先ほど申しました倒木なんですが、とってもねかっこいい龍さんにしか見えない、そのね倒木の方行きたいと思います。はい、泉神社さんね、結構ね朝早くからね、参拝される地元の方もねいらっしゃると思います。はい、こちらのね右手です。こちらから龍さんの方にね、はい、もうすぐです。すごいですよ、本当に。はい、川柳木とありますね。さあ見てください、右の方がね顔になってます。ほら、すごいでしょ。この角度が一番かっこいいんじゃないかなと思いますね。すごくないですか。ほら、本当にね、いや、こんなことになるんだなっていうのがちょっとびっくりしますけどね。はい、とってもねかっこいい川柳木でございました。これから下の厳島神社の方にね、向かいたいと思います。と言ってもね、ちょっと明るくなってますけど、まだこれちょっと早かったので、実際はもうちょっと後にね撮影しました。一気にね下の方に飛んでいきます。はい、ということでね、厳島神社さん、言うまでもなく宗像三女神お祭りですが、ほらね、これね、上にも横にもねかっこいい龍さんいらっしゃいます。はい、こちらの方もね30秒だけですが、もしよろしければご参拝ください。
はい、ご参拝いただけましたでしょうか。ちょっともったいぶっておりますけどね、これから美しい見つけの多い湧水ね、出るところ見ていただきます。はい、もっとねアップした映像を見ていただきます。前回ね見ていただいた時は本当にね龍さんの顔のようにね、この湧水のとこですよなったっていう、その瞬間をねキャプチャーで撮られたっていうね、方がいらっしゃいました。もしかしたらねそういう風に見えるその瞬間があるかもしれません。はい、あとねもう少しで、この動画は終わりとなります。またね明日は別の全国のどこかの素晴らしい神社の動画もね皆様にお届けしたいと思います。もしねよろしければ下の動画説明欄の動画あと1本見てください。はい、あとね下に Google マップ貼っております。それも見て確認いただければと思います。ではね、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。そしてまた明日の全国のどこかの素晴らしい動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。